マーティン・スタンツェライトは、ドイツ出身のチェロ奏者、指揮者。広島県在住。1971年、ドイツ南部のバンベルク市生まれ。両親は共に、バイオリン奏者であり、姉もバイオリンを習う、原爆一家であった。本人は3歳からバイオリンを習っていたが、家族のようにうまく演奏できないのが、子供ながらに嫌になり、5歳でチェロを始めた。 ドイツ国内のユースコンクールで優勝。1995年、エッセン国立音楽大学を主席で卒業。大学時代は、ヤンチャン調子に5年間出陣し、同志より大きな影響を受けた。卒後は、ドイツ室内学アカデミー管弦楽団で活躍、その後デンマークに移り、デンマーク王立歌劇場の専属オーケストラ、コペンハーゲンフィルハーモニー管弦楽団の、 100円首席チェロ奏者などで経験を積んだ。広島交響楽団でチェロ奏者を募集していることを知り応募、優れた技量が認められ首席チェロ奏者を任命された。1998年に妻と日本に移住。同年7月広島交響楽団に入団。妻の故郷とはいえ、異教のオーケストラへ就任には不安が強く、後に、 水が入っているかどうかわからないプールに飛び込むようなものだったと表現している。団員にはドイツへの留学経験者が多く日常の意思疎通には困らなかったが日本人指揮者の指示の理解には苦労が伴った。中国新聞では広島公共学団の顔広教授にして報道された。2012年3月27日の 広島交響楽団東京公演では、エルガーのチェロ協奏曲のソリストを務め、広京の豊かな音楽性を東京の聴衆に印象付けたとされた。2009年、カンマーフィルハーモニー広島という室内オーケストラを結成、同オーケストラで指揮者、チェロ奏者として活動を始めた。2010年、広島交響楽団などで活躍する演奏家6人で、 クラシック音楽に演劇や笑いの要素を取り入れたアンサンブルグループクレイジークラシックスを結成した各地で演奏活動を開始した台本などの作成も手掛けるクラシック界では日本初のコメディークラシックアンサンブルと言われる2012年12人のチェリストで構成されるチェロアンサンブルカンティレーヌを結成し 東日本大震災のチャリティーコンサートなどを開催した。http://www.martins.elit.com/.japan/.jpnindex.html.abcdef z e ハット私の死、広島交響楽団主席チェロ奏者マーティン、スタンツェライトさん。 中国新聞2011年3月 07A 日、長官教育、ABCDFGHIJKL e 極める、第二部をの紡ぐチェリストマーティンスタンツェライトさん、作曲家の魂と交わる、室内学の普及にも尽力、中国新聞2006.01月27日、長官連載文化、ABC マーチン B スタンツェライト、アイネクライネカフェポーズ、 日本放送出版協会 ISBN-13978 から41億4035万 904ABC 広教人チェロ主席奏者マーティンスタンツェライト3観客の温かさ嬉しい中国新聞2004年6月17日中国長官事業ガイドつし有平和への祈り広教 力強く東京公演圧巻のブリテン中国、新聞2012.04、10長官文化ホール包む鎮魂の戦立広京4年ぶり、東京公演中国新聞2012.03、28長官社会 AB クレイジー、クラシックスクラシックに演劇、笑い来月6日サンタホール発の岡山公演。 山陽新聞2012年1月14日文化マイナス15番15ページ山陽新聞長官写し言うクラシック面白おかしくクレイジークラシックス広島で公演中国新聞2012.0225長官芸能笑ってクラシック楽しもう広今メンバーが東日本大震災の支援コンサート広島県朝日新聞2011年4月14日 大阪地方版、広島28ページ広島一社ャズ広島から飛び出したエンターティナーバンド。管楽器専門雑誌、パイパーズ2013年4月号41、ピースギァラ書店、チェロアニサンブルカンティレーの広島県新祖、広島県内の西に文化奨励賞を贈呈2011年12月23日、日二21ページ社会。 文化、エリザベト音楽大学公式 Web2016 年10月4日、閲覧確認。ありがとうございます。